てこの後ブラックサイドになるんですけれども、まあ、かなちゃんからねもしえのきくんやひかさとかにメッセージがあれば、はい、あメッセージですか。全然いいよお前ら、なんでしょう、特にないんですけどいや全然それでいいです、特にありません。そうですね、あのそう日吉はもうあのすぐ連絡取れるのであれですけ ど、そうえのきくんね今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、でも A few moments later、なんかね、はい、あの無印って言っていいのかな、はい、なんか花澤香菜がゲストに来てたらしい。あいいな。おどういう意味だよ。いや今のね、ひかささんも好きですけど花澤さんも大好き。会ったことないでしょ。あんまないすごいでしょ。あんまないし話してもちょっとぎこちない感じ天気がいいですねぐらい。うわだからね、そんな花澤香菜さんがね、はい、我々にメッセージくれてます。何ですか。特にない。そうです、特にない。ひかささんには分かりますけど僕にもないんですか。あのひかささんはプライベートでよく話してるし、まあね、まあ、えのきさんに関しては強いて言えば今年よろしくだそうです、うん、もうなそれ何もないよ天気と同じよ。